伏見明は、日本の脚本家である。新漢字表記、伏見明、本名は、野村明、野村博雅との共同名金、みなひとしでも活動した。1900年6月18日、愛知県名古屋市に、野村明として生まれる。東京に移り、旧姓、明治大学に入学するが、中途退学する。松竹キネマが、東京、 鎌田に開いた小畜鎌田撮影所に入社。1926年、須田美武キ監督の鉄腕の脚本を執筆して、脚本家としてデビューする。1929年には、小津康二郎監督の学生ロマンス、若き日にオリジナル脚本を提供し、1930年には、小津の原作、監督による、落第はしたけれどを脚色した。小津康二郎 伏見明清水博士野田つひろ19281931年には、同撮影書発の陶器五所平之助監督のマダムと女房に参加、北村小松が執筆したオリジナルシナリオにギャグマンとして関わった。1933年には、川端康成の小説、伊豆の踊り子の最初の映画家である五所平之助監督の 恋の花作伊豆の踊り子を脚色した。1936年には、同撮影所が大船に移転になり、伏見も共に移動した。前年に公開された、五所平之助監督の人生のお荷物が蒲田での最後の伏見が手掛けた作品であり、斉藤ジ次郎監督の女は、なぜ怖いが、小畜大船撮影所での最初の作品となった。 第二次世界大戦中も大船で脚本を書き、1944年、斉藤虎次郎監督の敵は幾万ありとてもの脚本を山形優作と共に執筆し、初めて東方制作の作品を手掛けた。伏見にとっての終戦後、第一作は、当時小竹京都撮影所長だった牧野正弘が制作、監督した同撮影所の戦後第一作、千日前付近で、 長谷川公園の原作を、与田義方と共同で脚色した。1950年代には、斉藤虎次郎の監督作のシナリオを書き、大英京都撮影所で映画化され、1957年、同撮影所が制作した斉藤監督の南蛮寺の狂男の脚本を書いた後は、映画脚本の一線を退いた。1970年9月27日、死去した。 満七7 0歳没。1980年第4回シナリオ功労賞を受賞。特筆以外は脚本、脚色である。ありがとうございます。